日本航空 46E 便エンジン脱落事故は1993年3月31日に発生した航空事故である。新東京国際空港発テッドスティーブンスアンカレッジ国際空港経由シカゴオヘア国際空港行きの日本航空 46E 便がアンカレッジ国際空港からの離陸直後に乱気流に遭遇し想定以上の負荷がかかったため、 第2エンジンが脱落した。パイロットは旋回し、アンカレ自国際空港へ緊急着陸を行った。乗員乗客5人は、全員無事だった。1990年代初頭に撮影された、自己機自己機のボーイング747から 121A、SF は、1970年6月に製造番号19657として製造されたものだった。 旅客機として製造され、パンアメリカン航空などで運用された後、1988年12月にエバー・グリーン航空へ納入され、貨物機へと回収された。総飛行時間は83,906時間で、18,387回の飛行サイクルを経験していた。事故機には、プラットホイット2社製の JTQD-7D が4機搭載されており、 直近のオーバーホールは1991年3月に行われていた。事故時点で第2エンジンは56,709時間の飛行と1923回の飛行サイクルを経験していた。事故後、事故機は修理され運用に復帰した。なお、この機体はダイハード2の撮影に用いられた機体だった。 機長は42歳の男性で、1991年2月2日からエバー・グリーン航空に勤めていた。総飛行時間は約1万時間で、そのうち機長としての乗務は4100時間ほどだった。ボーイング747では750時間ほどの経験があり、うち138時間が機長として乗務だった。 副操縦士は47歳の男性で、1987年8月3日からエバー・クリーン航空に勤めていた。総飛行時間は約1万500時間で、ボーイング747では600時間ほどの経験があった。航空機関士は33歳の女性で、1989年11月27日からエバー・クリーン航空に勤めていた。 総飛行時間は約2600時間で、ボーイング747では1200時間ほどの経験があった。46便が離陸する前、同じエバーグリーン航空 B747、貨物機の日本航空 42E 便が2000フィート付近で乱気流に遭遇したと報告していた。46便は現地時間12時24分にアンカレッジを離陸した。 2000フィート付近で46便は乱気流に遭遇した。機体は左に50度近く傾斜し、待機速度は75ノット近く変動した。直後にパイロットは大きな要因具を報告し、第2エンジンが脱落した。付近を飛行していたアメリカ空軍所属の F-15、戦闘機2機が46便から何か巨大な物体が落下したと報告した。 管制官はこの報告を受け46便に機体から何かが脱落したことを伝えた。また目撃者たちはエンジンが脱落する前に機体が激しいローリングが起こっていたと証言した。エンジンの脱落直後、副操縦士はチェックリストを開始し、機長は緊急事態を宣言した。しばらく機長は高度維持ができず、機体は降下したため、機長は 第一エンジンを全開にしたが、コックピットでは、スティックシェーカーとバンク角の警報が作動していた。脱落した左翼側の高揚力装置2機の F-15 は、46便の損傷を確認し、左翼側の後円フラップなどが複数脱落していることを報告した。機長は、左旋回で滑走路 6R への引き返しを行った。ダウンウィンドレングを行う際、 機体は40度近い角度での旋回を行った。機体は最大着陸重量を45トン近く超過していたが12時45分に46便は滑走路 06R への緊急着陸に成功した。46便の離陸する約5分前に同じ滑走路から離陸した42便も第二エンジンのヒューズピンが変形していることが検査で判明した。 第二エンジンが脱落する以前に機内火災の兆候はなかった。地上の目撃者はエンジンが脱落した際に火の玉火線光のようなものを見たと証言した。地上に落下したエンジンから火災は起こらなかったが、最初に脱落したエンジンを目撃した人物は蒸気のようなものが立ち上っていたと話した。そのため、アンカレッジの消防隊はエンジンに水を噴射した。 アンカレッジにある NTSB の北西支部にアンカレッジ国際空港から46便からエンジン1機が脱落し緊急着陸したことが通達された。調査官が空港に到着しワシントン DC から派遣された調査官も加わった。調査には FAA、ボーイング、エバーグリーン航空、日本航空、プラットホイットニーが加わった。また、 シカゴ条約のアネックス13に従い、日本の航空事故調査委員会にも通達された。1993年10月27日、NTSB は最終報告を発行した。推定原因として、激しい乱気流により、第2エンジンに想定以上の横方向への負荷がかかった結果、パイロンが破損したと結論付けた。また、 パイロン前方に生じていた2インチの疲労亀裂により耐久値が10%程度減少していたことが判明した。NTSB は10個の安全勧告を発行した。内容は以下の通り。マイナス2件とも、ボーイング747でのエンジン脱落事故だったため、46E 便の調査当初には同様の原因ではないかと疑われた。ありがとうございます。